元スワローズ30年目のシーズンとなりましたマスコットツーベクロー。はい、それでは今日もよろしくお願いします。さあ、早速今日の一言を言ってもいいですか。行きましょう。手間からビジョンズ、まずは皆さん、チナスワに、チナスワさんに朗報です。はい、スワローズファンのということですね。はい、つばきも G1 レース大外れしました。お、拍手ということはみんな知ってますよ、つばきも。ということはよく分かってるね、みんな。はい、あのジンクスです。今夜勝ちますよ。はい、タイトルホルダーという音がされたんですね。の無事を祈ります。はい、つばきも乗っかっていたんですよね、もちろんね。はい、はい、昨日の雨からオモババ、ババが合わなかったのか、ババが合わなかった。はい、球場でね、ババの話したのも面白いですが、タイガースのババコーチのことではありません。ババコーチ、あ、いらっしゃいませんかね、まだおられますね。ババコーチはいい人です。はい、見た目は怪しいけどいい人です。元スワローズですからね、皆さんご存知ですよね。はい。グラサンすると山目に見えますが、とってもいい人です。はい、むしろ両ババです。うまい、うまい。今夜お気の荒かにお願いします。はい、うまかったと思ったのは僕だけですかね。あれ、そして皆さん、こちらをご覧ください。お、スーパーカラビゾ、お、ヒモノ、昨夜の5回終わりの空中クルーリンパでした。そうです、一瞬でも乗っかりましたよね。過去一でした。そうです、すごいどよめきでした。いろんな方から LINE が来た。おー、真中さん危なかったな。坂口さん、ルッキーさん、はい、焦りました。焦るっていうのもね、ですよね。はい、などなど、一番焦ったのは多分成功した時用の音源を用意する。はい、そうです。サンプルだったと思います。はい、一応いつも、はい、一応いつも、はい、そうなんですね。成功した時用にボタンを、ボタンも試合前チェックしているようです。あ、そうですか。成功した用の音があるんですね、サンプル。そっか、はい、連敗ストップ、空中クルーリンパ成功へ。さあ、行こうか。試合と合わせて、ラグビーの舞台の空中クルーリンパを皆さんどうぞお楽しみに。お待たせいたしました。両チームスターティングラインナップの発表です。